ブラックス。この今川智子は昨年の全日本、非常にメリハリの効いた体の線を出しまして注目された選手の一人です。大根サルコー経験されたダブルトリックのコンプレッションです。なんといっても彼女の持ち味はこの元気さですね。そうですね、もう指の先まで来たと使いますからね。はい、去年のプログラムよりも少しこうまろやかさが出たような今年のプログラムのような印象を受けますが、まあ、とにかくあの去年は小川さん、はい、あの女子の体操のマット運動のような動きをしてましたからね。そうです ね、このジャンプはシングル、もう彼女も随分大舞台経験してますので、はい、随分変わってきたと思いますね。トリプルループですけど、少し回転が不足してましたね。はい、
カルを割って5位につけている今川智子のフリーの演技が終わりました。それではここでコマーシャルをご覧いただきます。見つけています。そして最後の演技者は須田です。須田敦子。降りましたね。はい、最終滑走ですから、はい、出番までが長かったんじゃないですかね。スタートの2つのジャンプは見事にクリアしました。須田非常にプログラムを考えられてますね。はい、やはり硬くなるのが分かってますからね、うん、最初にダブルアクセルでウォームアップでしたね。あー、なるほどね。あっと3回転は失敗しました。ダブルになりましたね。このフリップも失敗です。今朝のフリーの練習ではこの後半の3回転に力を入れて練習をしていた須田ですが、本番では終盤ちょっと疲れが出たんでしょうか。
リブルトリップですね。はい、最後のアクセルもシングルになりました。女子の出場者23人の最後を締めくくる須田の演技が終わりました。これで今年の62回の全日本フィギュアスケート選手権大会、全選手の演技が終わったわけです。あとはこの須田の得点待ちということですが、それではここでもう一度コマーシャルをご覧いただきましょう。残り一つのオリンピック代表の座をかけて最後の戦いに挑む八木沼純子は1本目のトリプルルッツのコンビネーションジャンプに全てをかけます。ところが踏み切りに失敗。想像以上のプレッシャーに八木沼自身も一瞬ヒヤリとしますが、2本目のジャンプはご覧のように綺麗に決めます。八木沼は何度も高いジャンプをやめ安全策にと切り替えます。しかし1本目が響いたのか、昨日の規定演技のトップからこのフリーではまさかの4位に転落してしまいます。一方その八木沼と熾烈な代表争いをしている小岩井久美子はこちらも1本目のコンビネーションジャンプで勝負します。小岩は見事成功させ八木沼を一歩リード。しかし続く2本目が八木沼と同様踏み切りに失敗してしまいます。それでも最後まで難しいジャンプをこなしていく小祝、結局終わってみれば4位の八木沼を抜いて3位につけました。持ち味を生かしてこの本番にぶつけてほしいですね。そうですね、はい、さてその女子の前に男子はもうすでに新チャンピオンが誕生したんですが、まずそのフリーハイに影山の演技からちょっとビデオでご紹介した。さあどんな心境なんでしょうかね伊藤さん。はい、八木沼今トップに立っていますが、そうですね、きっと頭はトリプルルッツのことでいっぱいなんじゃないでしょうか。はい、昨日のテクニカルプログラムではトリプルルッツからのコンビネーションをトリプルトーループに変えて、そうですね、はい、これが、まあ、いわゆる作戦としては皆さん大成功。そうですね、やはりテクニカルプログラムは絶対ミスは許されませんから。でそういった意味では、まあ、作戦が大成功したわけですが、はい、さてこれをまあ追いかける立場に立っている若手の小祝なんですがね、昨日は良かったですね、あの、はい、トリプルループダブルトーループが来ます。選手も来ましたので、はい、フリーもこの調子でやってもらいたいです。
はい、佐藤由香がすでにもう、オリンピックの代表に内定しておりますので、2つ目の椅子の最後の1つを目指して八木沼とそれから小祝の争いということになりました。この最終組の女子のフリーです。内定しているということもこの大会は、まあ、いろんな意味で心理的に影響もあると思うんですよね。そうですね、はい、内定してましてもですね、トップの座で出場するとしないでは大違いですからね。はい、テクニカルでトップに立ちました。優勝最短距離にあります八木沼の演技です。今日は何としてでもトリプルルッツに挑戦すると言っておりました八木沼ですが、最初の大技、このジャンプが決まるかどうか。になってしまいましたね。伊藤さん、相当やっぱりプレッシャーがあったようですね。はい、でも気にしないで全体の滑りを見せてもらいたいですね。小川さん、このヤギ沼の持ち味は、まあ、ジャンプというよりむしろこの全体の表現力。そうですね、見せるスケートですね。はい、今いくつか失敗しましたけれども、はい、気を取り直すために深呼吸をしてましたね。全日本のタイトルはぜひとも欲しいタイトルであるには違いないんですが、まあ、今年はそれに加えてオリンピックの代表と世界選手権の代表の座がかかっています。どうやら伊藤さん、気持ちの上では少し立て直しがうまくいってるようですね。そうですね、はい、だんだん調子がなってきてますね。
ダブルアクセルですけどね、はい、ちょっとヒヤッとしますね、この最後に来てね、このトリプルトーループはすごく印象はいいですね。はい、何かあの肩が大きく動いてほっとため息をついたようなそんな表情でしたが、そうですね、はい、ちょっと最初は、ね、シングルになってしまったりましたけど、全体的にはでも良かったんじゃないかなと思いましたけど、はい、小川さん、この八木沼の演技は、まあ、一つ一つのプログラムをこうきちっととこなしていく、そのメリハリの良さといいますかね、はい、そういうのもありますよね。そうですね、持ち味はやはりあのベテランですからね、はい、あの一つミスってもですね、あの落ち着いて演技してましたね、はい、まあ、昨日は、テクニカルプログラムはいわゆるノーミス、全くミスのない完璧な演技という感じのテクニカルプログラムで、まあ、1位の点をもらったんですが、本人としてはやはり、ルーツからトーループに変えたのが、あまり、本意ではなかったと。伊藤さん、ちょっと不満を漏らしてましたけどね。そうですね、本当はやりたかったっていうことを話してましたね、はい。さあ、注目の得点が出ます。テクニカルメリット1点ですが、最高が 5.5 ですか。 5.5 が3人。八木沼さんの場合、伊藤さん、あの芸術点が少し上がるでしょうからね。そうですね、はい。さあ、会場から拍手が起きています。5.7 が2人、5.6 が3人。もちろんこれまでのところトップに立っている19番八木沼純子です。佐藤理香がリンクに登場しました。オリンピックの代表にも内定しています。そして昨年のチャンピオン、ディフェンディングチャンピオンで今年の全日本に臨んでいます。テクニカルは2位。彼女は今年初めてですね、5種類のトリプルをプログラムに組んでますね。第3位と立ち遅れました、この佐藤優香。降りた、降りました。
強く決まりましたね。はい、次はフリップですよ。あーっと、これは尻餅をついてしまいました。コンビネーションを失敗いたしまして、第3位という立ち上がりになった佐藤優花。でもやはり世界大会に行くにはですね、オリジナルプログラムでも難しいジャンプをしませんと上に行けませんから、どんどん挑戦したというわけですよね。はい、ループジャンプはトリプル、そしてダブルトーループですね。やはり5種類を入れてのプログラム、やっぱりプレッシャーなんかも随分緊張してるんじゃないですかね。トリプルスタルト、なんといっても彼女の持ち味は音の出ないスケーティングですね。そうですね、ダブルアクセル、あっとトーループでつまずいてしまいました。得意のループはトリプルです。この佐藤優花のもう一つの大きな武器、このステップですね。そうですね、はい、会場から拍手が湧き上がっています。
イスタートでは定評があるスピンで演技を終えました佐藤優太です。今日は、はい、そうですね、1つや2つミスありましたけどね、全体的に見たらもうチャンピオンのプログレースですね。はい、さすがに伊藤さん、この佐藤優香の、まあ、エッジさばきといいますかスケートさばきといいますかね、はい、見るべきものありますね。そうですね、あのいつ見てもこう爽やかというか、はい、素晴らしいですね。はい、まあ、表情にもこうゆとりが出てくるほど、まあ、キャリアを積んでいる佐藤優香です。しかし、まあ、キャリアを積んでいながら小川さん、やはりこのトリプルルッツを最初に入れるとか、あるいはアクセルをきちんと止まなきゃいけないというのは大きなプレッシャーになるんでしょうね。そうですね、まあ、いい点ですね。はい、さあ得点です。テクニカル 5.7 がずらっと並びました。5人のジャッジが 5.7 そしてアーティスティックです。あ、伊藤さん、アーティスティックの方がやや上がりましたね。そうですね、はい、5.8 が4人、これは大きな得点をもらいました。当然のことながら八木沼純子を抜いて現在の時点では佐藤優香がトップです。新進気鋭のこの小岩井久美子がテクニカルを終わって2位、このフリーでどんな演技を見せてくれるでしょうか。元気よく滑ってもらいたいです。はい、決めました。トリプルループからダブルトーループのコンビネーションですね。はい、トリプルループですね。シングルになってしまいました。気を抜かず行ってください。先輩の伊藤さんから大きな声がかかりました。トリプルトーループ今のジャンプを見ててもやはりあのルッツというのは本当に難しいんですね。難しいですね、今日特にですね、はい、リンクの端の方が少しまだ乾いてませんのでね。なるほど、練習の時と少し感触が違うと思うんですよね。
ージもこう1年で非常に落ち着いて滑るようになりましたね。やはり去年まではもうジュニアの選手という感じがイメージが強かったんですけどね。このスルーパートでの身のこなしなというところはやはり去年とだいぶ違いますか？そうですね、やはり一つ一つ丁寧に滑ってますね。練習したものを今日発揮してもらいたいなというのは思います。はい、あと1分です。終盤にもトリプルジャンプを一つプログラムに入れています。小祝久美子、さすがに先輩のトンドリさんの後を継ぐ選手だけありまして、ずいぶんアクセルなんかも伊藤さん高かったんじゃないですか？そうですね、やはり小岩選手はもうジャンプは、はい、一つ一つの質がいいですからね。それとスローでそのジャンプなどご覧いただきますが、今シーズンちょっとシーズン始めからちょっと足を痛めてましたので、はい、ちょっとシーズン大丈夫かなっていうのは思ってましたけど、今度全日本に応援してきましたね。はい、それと何かエッジが合わなかったりしてちょっとその足元に苦労したようですね。そうですね、靴のエッジを何度も変えたりとか、もともとシーズン時はこのプログラムと違うプログラムをやってたんですね。ああ、そうでしたね。やはりなかなかうまくいかないということで、また新しいプログラムに挑戦したようです。はい、さあその成果が問われるこのフリーなんですが、さあ得点が出ました。テクニカル、いい得点ですね。いい得点ですね。5.6 が1、2、3、4人。これは2位争いが難しくなっていましたね。これは八木沼としてもかなり厳しい戦いになりましたが、アーティスティックが出ました。アーティスティックは 5.7 が出てますね。 5.6 が1、2、3、これでどうやらヤギ沼を抜いたようですね。フリーではこの小祝が佐藤に次いで2位、総合順位ではヤギ沼を抜いて小祝が第2位に上がりました。これは素晴らしいですね。これはすごいですね。いやー、これは本当に
見事な演技を見せました。小祝第2位に上がりました。そして最終グループも4人目の登場です。井上玲奈、テクニカルは4位です。彼女も5種類のトリプルなプログラムに入ってますね。そうですね。去年も5種類のトリプルに果敢に挑戦したこの全日本。ルッツからです。はい、決まりました。もう女子でもトリプルルッツは当たり前になってきました。はい、やはり小川さん、これ世界を狙うためにはどうしても欠かせないジャンプになってきましたね。そうですね、トリプルフリップです。トリプルルッツだけでなくてですね、はい、もうはっきり言って5種類のトリプルが必要ですね。そうですね。ジャンプを5種類飛べて、なおかつ世界と戦っていこうと思うと踊っていかなくてはいけないと。表現力も大事ですね。その点、井上選手は表現力を持ってますから、はい、強いですね、はい。それと小川さん、やはり2年前ぐらいに比べて随分脚力も強くなったような印象がありますね。そうですね。弱々しいスケーティングから力強くなりましたね。はい、見事です。ダブルアクセルからステップしてトリプルトーループのシークエンスですね。はい、これまでの3回転は 3つとも全て成功です。これも決まりました。5つ目、トリプルループですね。はい、フリーレグは今リングに触りましたかね、氷に。微妙なところですよね。
ほど前はどちらかというと本当に冷やそうに見えたこの井上レナです。すごいですね。いやこれは本当に見事な演技を見せました。というわけで第2位に上がりました。そして最終グループも4人目の登場です。井上レナ、テクニカルは4位です。彼女も5種類のトリプルがプログラムに入ってますね。そうですね、去年も5種類のトリプルに果敢に挑戦したこの全日本。ルッツからです。入りました。もう女子でもトリプルルッツは当たり前になってきました。はい、やはり小川さん、これ世界を狙うためにはどうしても欠かせないジャンプになってきましたね。そうですね、トリプルフリップです。トリプルルッツだけでなくてですね、はい、もうはっきり言って5種類のトリプルが必要ですね。そうですね、まずはやはりジャンプを5種類止めてなおかつ世界で戦っていこうと思うと踊っていかなくてはいけないと、なるほど、表現力も大事ですね。その点井上選手は表現力を持ってますから、はい、強いですね、はい、それと小川さん、やはり2年前ぐらいに比べて随分脚力も強くなったような印象がありますね。そうですね、弱々しいスケーティングから力強くなりましたね。はい、あ、見事です。ダブルアクセルからステップしてトリプルトループのシークエンスですね。はい、これまでの3回転は 3つとも全て成功です。これも決まりました。フリーレルグが今リングに触りましたかね、氷に。微妙なとこですよね。本当に印象度が高いですね。はい、
2年ほど前はどちらかというと本当に冷やおわすのように見えたこの井上のレナですが、かけるそのスキーパワーさん感じるようなジャンプが次々に登場してまいります。終盤に来てもスピードは落ちませんしね、はい、簡単なジャンプでもミスをしませんでしたね、伊藤さん、何かジャンプの井上というイメージが出てきましたね。そうですね、はい、これは争いが非常にこれはまた力戦ですね、得点がちょっと割れそうですね。現在のフリーの順位では佐藤が1位、そして2位が小祝、3位に闇沼ですが、完璧というわけではなかったかもしれませんが、とにかく次から次へとこれで5回、6回、7回、7つのトリプルを入れたわけですよね。7回、さあ得点がちょっと微妙ですが、果たしてどういう風に順位が変わってまいりますか。満足そうですね。いや、ベストっていう声が出てますよ。そうですね、これはジャッジの方がもう頭を抱えてますね。はい、現在総合順位では佐藤、小祝、八木沼と続いているんですが、この井上玲奈の得点以下ではフリーの順位以下では、2位、3位あるいはというところも十分期待されるこの井上の演技だったんですが、やはり彼女も練習はすごいしてますからね。井上さんの得点、さあ得点が出ます。これは高い得点、6番7番ジャッジが 5.8 をつけました。 5.7、 5番ジャッジ、これでどうでしょう、順位がかなり大きく移動するかもしれません。アーティスティックが出ました。アーティスティックも 5.8 が2人、これで順位が入れ替わりました。井上玲奈フリーで2位という得点をもらいまして、総合順位で2位に上がり、小祝が3位、八木沼4位に落ちるという大波乱の展開になりました。女子のフリーの演技をご覧いただいております。東南女子大学女シングルテクニカルプログラムトップの八木沼純子、最初の山場は苦手のトリプルルッツです。踏み切りのタイミングが合わず、3回転のはずが1回転止まり、これでリズムが狂い、3回転ジャンプのほとんどが2回転にレベルダウン、技術点が伸びず2回目のオリンピック代表に黄色の信号が灯りました。
フリーでヤギ沼を抜かないと代表は絶望の小岩井久美子。逆転のための切り札は伊藤みどり譲りの高さのあるジャンプです。5つの3回転ジャンプと3つのダブルアクセルを決め、この時点でヤギ沼を抜いて2位、初代表に大きく前進します。続いて演技に臨んだのはアルベルビルオリンピックにペアで出場している井上玲奈。出だしのトリプルルッツを決めて波に乗ります。5種類の3回転ジャンプで高度な滑りを見せ、ヤギ沼小岩を逆転して一気に2位に浮上、代表の有力候補に躍り出ました。1位の佐藤優香はすでに代表が決まっています。男子は及川文博選手が初優勝を果たす。やりのともうこの頃生まれてないからちょっとわかんない。女子シングルは佐藤優香選手がオリンピック代表に内定しており、リレハンメルへの切符はあと1枚です。初出場の座を狙う高校3年生の小岩井久美子、同じスケートクラブの先輩伊藤みどり譲りのジャンプが持ち味です。代表へのプレッシャーからか本来の切れ味はありませんでしたが、与えられた課題をミスなくこなします。90点という自己採点でこの時点でトップに立ちます。小岩井のほぼ完璧な演技を見て、八木沼純子は演技の内容を変えました。最初のジャンプを比較的優しいトゥーループに変更して確実性を高めます。初めてオリンピックに出場した6年前のカルガリーでは中学生だった八木沼も今は20歳。ジャンプ以外の演技にも大人の表現力が出てきました。2回目の代表を目指す八木沼が満点の演技を見せ、小岩井を抜いて初日トップに立ちました。優香選手がオリンピック代表に内定しており、リレハンメルへの切符はあと1枚です。初出場の座を狙う高校3年生の小岩井久美子、同じスケートクラブの先輩伊藤みどり譲りのジャンプが持ち味です。代表へのプレッシャーからか本来の切れ味はありませんでしたが、与えられた課題をミスなくこなします。90点という自己採点でこの時点でトップに立ちます。フリーでヤギ沼を抜かないと代表は絶望の小岩井久美子。逆転のための切り札は伊藤みどり譲りの高さのあるジャンプです。5つの3回転ジャンプと3つのダブルアクセルを決め、この時点でヤギ沼を抜いて2位、初代表に前進します。ヤギ沼の2回目のオリンピック出場はなりませんでした。テクニカルプログラム4位と出遅れた井上玲奈。昨日失敗したので肩の荷が下りたという井上はリラックスした分、3回転ジャンプが面白いように決まります。難しいコンビネーションにも成功。生まれて初めてという完璧な演技で八木沼小岩井を抜いて一気に2位に
陸上。ペアで出場したアルベルビルオリンピックに続いて2回目の代表に選ばれました。直接オリンピックという意識はしてなかったんですけど、今シーズンはエースのしなやかな戦いだ。テクニカルプログラム1位の八木沼純子、前半トリプルのジャンプを失敗するなどミスが出て思うように技術点が伸びません。それに対し前日2位の小岩井久美子は得意の高さとキレのあるジャンプを確実に決めます。技術点芸術点ともに高い演技でライバル八木沼を逆転します。見せたのが前日4位につけていた井上玲奈。トリプルを全て成功させたのは本人も初めてというほどの完璧なジャンプと持ち前のしなやかな動きを見せます。コーチも100点満点をつけたほどの素晴らしい滑りで2位に小岩井を抜いて総合2位。すでにオリンピック代表を狙う八木沼純子は前日のテクニカルプログラムをトップで通過。最初のトリプルルッツこそシングルになってしまいましたが、その後は表現力豊かな演技で無難にまとめます。そして今日のフリーに逆転をかける小岩井久美子は持ち味のジャンプで勝負に挑みます。3種類の3回転ジャンプを成功させ、高い技術点で八木沼を抜き代表の座をぐっと引き寄せます。これで残る1人の代表は小岩井で決まりかと思われましたが、17歳の新鋭井上玲奈が素晴らしい演技を見せます。公式戦では本人も初めての経験という7回の3回転ジャンプ全てを成功させ、場内の大歓声を浴びます。井上は有力と言われていた八木沼小岩井の2人を抜き、フリーで2位、総合でも2位に入りました。優勝はテクニカルプログラム4位と出遅れた佐藤優香。ジャンプでの2回の転倒を抜群のスケーティングでカバー、なんとかオリンピック内定者の面目を保ちました。混戦の男子は早稲田大学の及川文博が初